シェーラ・ラシード・ショーラは、ジャワハルラ・ラール・ネルー大学の修士課程学生で、2015年から16年に、かけての同大学の学生連合副議長、全員ド学生連盟のメンバー。シェーラは2016年に、ネルー大学先導実験で、同大学連合議長のハイやクマールが逮捕された、後、クマールらの釈放を呼びかける運動を指導したことで、脚光を浴びた。 彼女はカシミールにおける人権問題、とりわけ未成年の被告に対する公平性の確保を主張しており、2010年から青年団単体の一員としてこの問題に取り組んでいる。ユーグックオキパイ運動で指導的役割を果たし、ユーグックにおける連帯のためのキャンプを選択した。人材開発省に対する大学院生奨学金拡大を求める。 抗議行動をも指導している。シェーラ・ラシード・ショーラは、スリナガル旧市街ハビカドールで生まれた。彼女の母親は、SK 医学研究所の看護師である。ショーラは、国立スリナガル技術単科大学で、コンピュータ工学を学び、インド・バンガロール経営大学の10週間の政治的、指導者養成プログラムを修了した。ニット卒業後、HCL テクノロジーズで、 ソフトウェアエンジニアとして働いたが、彼女はそこで幻滅した。彼女はカシミールにおける未成年者、女性問題を提起したが、政治的空間はとても限られたものであった。その後、ジャワハルラール、ネルー大学社会学習士課程に入り、法学とガバナンスを学んでいる。インディアトゥデーコンクラーベに語ったところによれば、将来は、 インドのとても暴力的なイメージを見て育ったが、ヤヌが彼女に民主的空間を提供したという。彼女はカシミールの人権問題について声を上げる数少ないカシミール女性の一人であり、とりわけ裁判中の未成年の問題について2010年以来運動を続けている。インターネットハラスメント法の改正を求めるゼミナールに参加している。2013年にはプラガッシュが カシミールのイスラーム保守主義活動家からハラスメントと死の脅迫を受けた際、彼女はこの団体を支援し、オンラインアビューズを非難した。タイムズ・オブ・インディアによるインタビューに彼女は次のように答えている。不寛容、強姦、殺害への恐怖があり、保守的で、偽善的な世界観があり、男性が非イスラム的との素知りを受けることなくレープ脅迫を、 女性に対して行うことができ、男性がバスで我々の尻を触っても誰も何も言われず、男性は私的に自由行為ができるというのに完璧に控えめな服を着た3人の無邪気な少女は、いわゆる道徳を傷つけたと言われるのだから、彼女らは声を上げないとしている。彼女は女性への支援動員のためオンラインで、カシミールで最初のガールズバンドプラバッシュを支援する運動を立ち上げた。 ショーラは2014年にセクシュアルハラスメントに反対するジェンダー専質サチオンコミッティの選挙に敗退している。2015年9月、彼女はサハの全インド学生連盟の支援のもと矢ヌ副議長選に立候補し、オブブップ系候補を200票以上の票差で破って当選した。ヤヌ学生連合選挙で当選した最初のカシミール人女性であり、その年の役員で、 最も信任率が高かった。彼女は JNH には自身の政治的精神を確立するに足る空間があったと述べている。しかし彼女の挑戦は政治的背景を持たないカシミール女性の投票者を納得させるものであった。専任が承認された直後から将来はカシミール大学での学生の政治活動禁止を非難した。2015年10月。 大学女性金委員会による修士、博士家庭学生への奨学金縮小への反対運動を指導した。ユーグックを選挙せよとの掛け声のしたヤヌの学生は、デリー大学やジャミアミリアエスラミア、アムベイドカル大学の学生らと共に1ヶ月間にわたってユーグックを取り囲み抗議した。彼女はこの時アイサとヤヌー数の間の相違を克服して、 運動に向き合ったという。2016年1月、矢野学生連合議長カンハイクマールが、先導罪で逮捕された。事務長のラマ・ナガ前議長のアシュートシクマールを含む、その他複数の学生リーダーも先導に加担したと、された。シェーラ・ラシードは、唯一残った役員として、彼らが交流されている期間中学生連合を、運営した。1月14日、 4000名以上の人々が彼女の指導した抗議行動に集まった。18日には彼女の呼びかけに答え1万人から1万5000人が更新に参加した。2月、騒乱罪廃止を求めて議会への抗議行動を行った。抗議者らは教育機関におけるカーストに基づく差別を廃止させるロヒとポーの制定を求めた。この抗議行動には デリー中の大学から学生と教員が集まり、ロヒトバムラとウマルカリードの家族も参加した。アリーガルムスリム大学学生連合は、シェーラ・ラシードショーラがムハンマドに対する不敬発言を行ったとの情報報告書を発表した。この報告書は、シェーラがイスラム教の預言者ムハンマドについて不快な発言をしたとされるフェイスブックポストを投稿した後、二0十七年一月九日に、 アムスメンバーのケザラ・アマードによって提出された。ありがとうございます。